初めて連れて行かれた思い出があるのがやっぱりあのディズニーの101匹ワンちゃんみたいなの親に連れて行かれたみたいなのとか、あとやっぱ学校で連れてってもらったあの映画鑑賞会で星の王子様見たとか、なんかそういうあののから含めてもう中学ぐらいからほぼ週末は映画館にいるみたいな感じだったので、なんでしょうね、あの常にいるところみたいな、別にあの好きですとかっていう感じではなくいるところって感じでしたね、はい、うん、基本的にはいつものパターンとしてはなんかどっかに知らない町でもどこでも仕事、今日は銀座とか今日はたまたま田端とかなんかわかんない、いろんなとこ行く仕事なのでいろんなとこ行って仕事終わりました、あじゃあなんだこの辺でなんか近くで今見れる映画ない、間に合う時間でやってるのない、あこれのこれに行けるねって言って行くっていうのが一番多いパターンですね。だからなんか別に一番見たいものを必ず見てるかって言われるとそうでもないと、なんでこれをこの人ここに見に来たんだろうっていうようなことも多分いっぱいあるんだと思うんですけど、まあそれも出会いっていうかタイミングっていうか、まあそういう感じでいつも行ってますね、はい。キネか大森の場合は本当に出たらすぐ喋ってるとかいうことあるんですけど、もうそのために行ってるような感じっていうか、まずみんな出てきたらどうでした、はゆりさんって言うから、いやちょっとないねこれはみたいなことからなんかいろいろ喋ったりするんですけど、基本はもう喋れなくなってぼーっとなっちゃって街をさまよい歩くみたいなのが一番多分私の最上級の映画の感動した時っていうか、だからうっかりこう歩いちゃった距離数になんか感動が比例するっていうか、あの時渋谷からどこまで歩いたんだろうみたいな、なんかお店に入るとかそういう現実に戻れなくなる時間ってあるんですよ。なんて言うんだろう、もうしばらくもう本当にもうこう涙目になりながらこう街をこうふーって歩いて歩いちゃって歩いちゃって歩いちゃってみたいなのが一番多分映画に感動した時だったんですよね。今はもう映画館は本当に私の部活の部室みたいな、もういつもそこに行けば誰かがいて映画好きな仲間がいて、なんかいてもいなくてもなんか喋って帰ってくる、別に喋ることなかったらいいですよ、今日は別にいいやみたいなんで帰っちゃったりするじゃないですか、物質ってなんかそんなところでしょ、なんかそんなんだし、別に映画あれ映画見に来たんじゃないんですかみたいな時もある、なんかただ来ただけみたいな時もあって、最近どうですかみたいなとか、何入ってるんですかとか、今は本当にそういう意味では物質のような行きつけのバーのような常連がいつもなんか喋ってる喫茶店のような、なんかそんな存在ですかね今は、はい、よく言うんですけど、あの酒蔵と同じだから映画館、酒蔵と同じだからって私が言ってるだけですけど、あのやっぱここで見たいろんな人の思いとかこう、とかギャーとかなんかはぁふぁとかっていうなんかこう思いがこう金として絶対椅子とかこう天井とかカーテンとかに染み付いてるもんだと思うんですよね。それがなんか熟成して一つの劇場っていう木が出来上がってるっていうイメージなので、あの私の中ではその金が濃い方があのいいなと思うので、うわーここすごいなーっていうのを続々と感じたりする映画館がやっぱり一番素敵だなと思いますね。配信で映画なんかいいじゃないかってなるじゃないですか、なってる流れもあるし、実際そういうこともあるし、私もまあ見逃してもまあ最悪
配信になるかみたいなとか DVD になるかみたいなことがよぎることもありますけれども、もちろんそれはありなんですよ。だけど違うものだっていうことだけは私の中ではあって、その大きさとか音響の良さとかなんか技術的な問題じゃないんですよね。体がそこの劇場に行ってるっていうことがまず問題であって、そこにいて、まあ、他人とそこで申し合わせたわけじゃない他人と一緒にある一点を見つめるという、この動きっていうかが映画館で映画を見るっていうことなんだと思うんですね。その劇場に足を運んでその2時間なりをこう暗闇の中で過ごすという、単純にみんな心配したんですよ。やっぱり配信になっちゃうんじゃないか、みんな配信でいいやってなっちゃうんじゃないかと思ったけど、実際やっぱり劇場で見ると違うねっていうことを皆さんやっぱりこう感じている方がいっぱいいらっしゃるんだと思うんです。どっちがいいかはそれはその方の問題だからそこまで踏み込めないけれども、まあだからどっちもこうあってほしいし、私は劇場で見るのが好きな人間です